そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ。あの、トレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え、達夫って、あんた俺を覚えているか。え、堂島だ。お前と同じカムロ西港にいた。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ、達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよ、お前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。勝手に語ってんじゃねえよ。こっちはこの15年素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。やるな。どうや、これなら文句ないでしょ。ふん。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない。好きにしろ。
ちょっとすみませんよ。悪いね、全く手持ちの金なくて。はい、お釣り。うん、ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、登場会の会長になると小銭とか持たないんだね。おい、え？これでも素性を隠して行動してるんだ。頼むぜ。やばい、結構ヤクザってのも大変なんだな。なんなんだよこれ。だから大声出すなって。これってあの沢田のことか。俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のことだ。堂島君は先に東京行って。何？俺ちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。ああごめん。どこ行けやがったんだあいつ。ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくださいってよ。俺まだ結婚もしてねえっつの。喋りすぎだぞ、沢田。お前が撃たないなら俺が撃つ。まあその時はお前も始末することにはなるがな。分かってる。名古屋組の連中は、名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ。そうだ、覚悟はいいな、品田。
シナだ。死ねえ。どうして？やはり知っていたのか、ギガンツの際。まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。サダ、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ、どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない、そういうことだ。なるほどね。で、結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。よし、それじゃ行くぜ。ああ、生きてるか、シナダ。それじゃあ教えてくれ、どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ、どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた？あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん、俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない、たとえ明日品田と対戦することになっても俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか、確かにあいつは変化球に弱いな。お前本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。俺たちに失敗は許されない、それだけです。分かってる、そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない、あいつは天才だ、あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれ
ワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの？大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くこっから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。死ぬぞ。おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃ。え？急いで片付けよ、グラウンドが汚れる。は、何言ってんだお前。決着をつけよ、俺たちの勝負に。やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すれば分かるというのか。ああ分かるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チこっちの嫉妬は打たないってか。
お前何考えてやがる。次だ。いいだろう。次が7球目。15年前と同じ。次の球で終わりだ。どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない、待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年って、お前20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。ありがとうな。